ファミコン版のダブドラはね、もうレベル上げシステムみたいな、経験値でなんか技が増えていくみたいなシステムだからね、ちょっと違うんだよね。最初から全部の技が使えるわけじゃないから、当時は案外嫌がられてた。それ、まあそういうのゲーセン版とか知らない人は、喜んでたのかもしんないけど。あれ？プラス？プラス？あれ？プラスじゃないのこれ。え？ああ。なんかファミコン認証するときに余計なことしたりするゲームが結構あったりとかして、ほんとそういうのいらなかったんだよな。でもやっぱ買い切りで5000円とかするゲームだから、ある程度長く楽しませようとして、なんかこうこすいこといろいろやってたんだよな。ダブドラ2はそういうのなくなったんだけど、1に関しては本当になんかね、敵を倒してなんか経験値を上げていくと成長していくみたいな、そういうなんかさ、まあドラクエのせいとかだと思うんだけど、なんだこれ、ジャンプかただの、マジでそういう要素いらなかったんだよな。BGM うるせえな。だから最初はあんまり技がない。あ、武器なくなった。いや、え、ジャンプキックねえの？ジャンプキックもねえの？ちょっと待って待って。マジでこれ何なんだよ。ひどいな。バトルトードやりてえわ。あ、ダブドラ4っていうのがあったね、確かね、ダウンロード版で。あれ、でもプレステ4版で買っちゃったから、こっちで買うのはやだな、なんか。危ねえ。ファミコン版の。マジかよ。ファミコン版のダブドラはね、なんかね、星かなんかがついてくんだよ、確か。敵倒して、なんか、点数だかなんかで。あ、なんか技出たな。アッパーが。それがマジ邪魔なんだよな。あれ？これ死ぬんだっけ、これ。危ねえ危ねえ。何なんだろうね、これ。どんなバグだよって思った、当時。発売日っていうか、発売。ファミコン版初めてやった時にもうあそこ気づいたけど、なんでって、なんなのあれ、なんでいけるの、上からボスが来んのかな、何にもなかったら本当に意味わかんない、何にもねえ、よいしょ、ちょっとひどい。でもなんかテクノスジャパンって独特なこのなんか色使いがたまんねえよ。ジャンプキック、あれ？てかあのハートマークがレベルなのかな、ちょっと何だったかな、忘れちゃったな。なんだなんだ、止まったぞ。嘘でしょ、あ、落ちなかった。これで倒すとちょっとあんまりもらえないのかな。肘鉄とかだから最初使えないんだよね、これ。どうやって使うんだろう、そもそも。ファミコンで。危ねえな。あ、あれはでも残機だよね、多分。ハートはさすがに。あ、なんか頭突きが増えてる。てか、技が増えていくっていう、俺の記憶違い、まさか。確かそういう余計なシステムだったはずなんだけどな。いけ。痛えな。あ、なくなる。うう、あぶい。うん、横には移動できない。痛え。てかこのゲームってマジで説明書どうすんのこれ。説明書はなし？また？いてえ。てかミニファミコンみたいなのマジいてえな。うん、なんか相手をつかむの無理だ。うん、飛び蹴りが増えたね。最初ただのジャンプだったのに。何なんだよマジで。飛び蹴り思い出したのかな。つかめねえんだけど。肘でずってどうやって出すんだろう、じゃあ。この2ボタンで。
逆に難しいだろ。死ね。よし。ちなみにファイナルファイトのナイフがめちゃめちゃ火力があるのはダブルドラゴンのせいだから。で、ダブルドラゴンがこんなにナイフとかの火力が高いのはクニオくんのせいなんで。まあまあまあ。ベルスクの始祖はクニオくんでしょ、あれ。もしくは、ファイネストアワーじゃねえや。エキサイティングアワーか。今じゃもうファイナルファイト系っつったってわかんねえもんな。なんか増えた。このハートマークであれなのかな、何か増えんのかな。すんげえ降りてきたけど。キック早すぎる。なんかねえかな、技。どうやって、あ、なんかパンチが変わったまさか。いや、そんなもんね。説明書ないのこれ。セレクトスタート。説明書が、なんかボタンが別のとこに割り振ってあんな。本当に説明書ねえんだ。やべえ。キック増えた？まさか。いや、最初からあったかな、これ。嘘でしょ。ギリ生きてる。いじ死んだ。え？え？あ、やっぱあれ、ハートマーク残機制じゃねえぞ。てか残機どこに書いてあるんだよ。ハートマークはレベルかもしんないね。あれが増えていけば技が増えてるんだと思う。多分。どういう風に増えてる？ 339 っていうのは多分経験値なんだと思うんだよな。でもこれ無限に敵が湧く場所とかないから、結局最初から全技を使っていくことはできない。できないんですよ。で、もうどうしようもないじゃん、これ。あ、掴めた。まさか？まさか？まさかその技増えた。うん。3面かまだ。ナイフ来た。怖っ。やっぱ増えたわ。投げ技なかったんだ、最初。曲ちゃんとしてるわ。降りてこいや、ちゃんと。ああ、ダメだ。でも、掴み方はちょっと難しい。やれるのかな、これ。まだやめた方がいいな。よし、よし、来い。ダメじゃん、そんなんじゃ。いや、なんか敵がおかしいもん。肘手すぎなんだけどな、このゲーム。強っ。強っ。な、ピラピラな、バカ。もったいない。曲が気持ち悪い。硬い。やっぱファミコン版ダメだよ、これ。クニオくんよりはいいけど。クニオくんよりはまだいいけどよ。やっぱファ、ムカつく BGM。 なんかハートの横の数値ってどうやったら増えるんだろう、これ。なんか直接打撃当てないと増えねえっぽいな。投げじゃダメだな。いや、怖い。ダメだ。よし。やっぱり1000まで行くと上がるとか、そういうシステムだな、これ。さあ、何が増えたかな？肘打ち、なんか後ろに敵がいるときに、とかなんじゃない？何にもねえっていうか、まだねえな、きっと。こんなもんじゃなかったんです。説明書見ないとわかんねえな。バットとか点数高い。ゲーセン版はバットめっちゃ点数高かったから。もしかしたら。あ、すげえ強え。強えっていうか、すげえ。数値めっちゃ上がる。ナイフ危ねえ、死んだ。そっかそっかそっか。あいつどうすんの。危ねえ。
持ち帰らんねえ。これ強えぞ。強えとか数値的にやべえ。これめっちゃ経験値が合う。痛えな。強いしね。いや、消えたね。おう、あ、これが増えたのか。これ、あんまり数値上がんないから嫌だな。これも意外と上がる。けど。普通に蹴った方が早い。いや、これが一番上がんねえの。多分。掴んだ瞬間になんかもらえてんのかな、結構。もらえてないっていうか分かんない。へへ、ムカつく。って、っていうか、馬乗りになる技ってダブドラにねえぞ。ダブドラ、あ、あるわ、ごめん。あるある。クニオくんにある技かと思ったけど、ダブドラ、多分あるよね。あんまり使、俺が使わねえだけだな。ゲームボーイアドバンス版のダブドラがまた、全然違うからな、あれはな。あれはあれで、空中コンボとか入るし。こいつ相手にどうやって肘鉄もなく戦うって言うんだよ、マジで。飛び蹴りしかねえの。ノーダメ無理だろ。時間あるしな。それはゲーセン版からあるけど。よし。さあ、何か増えてろ。キジ鉄増えてろ。どうやって、どうやって出すんじゃい。増えてたとして。死んだ。あ、P0 ってやつか、あれ。残機。やっとわかったわ。うわ、嘘で、あ、なんか溜まってるっぽいんだけど。強くてニューゲーム的な感じか。え？本当に？本当に？嘘ついてない？あ、ああ、嘘つかれた。嘘つかれた。リセットされた。これで増やすのが一番いいな、多分。これをバンバン当ててれば、すぐに増えるでしょ。クソだな、これ。いや、ダメだ、やっぱり。やっぱり技が使えねえ。ファミコン版クニオマージ、クニオじゃねえよ。ファミコン版ダブドラマージだな、これ。最初はだってジャンプキックもなくて、ただジャンプだもんな、これ。何を封印してんだ、ほんとに。腹立たしい。だー、もう。マージジャンプキックもない。ここで？え、ないな。何が解禁されてるんだろう。多分説明書には書いてあったはずなんだよな。レベルいくつで何が解禁とか。マジくだね。ダブドラ2だな、やっぱな。やるなら。やるならダブドラ2。ああ。せめてね。でもダブドラ2は、まあ、まだ、まだ来ねえだろうな。スーマリの前にこれやってとかないのかな。カートリセット押さずにカートリッジを交換することができねえからな。やっぱあ、V、あ、やっちゃった。1点入っちゃうのこれ。入んないわ。危なっ。あ、ダブル。これでいいや。やべ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 、アウトだ。アウトなのに、アウトなのにお前打ってきたな。勝手に打つの、あ、これ勝手に上げるのか、わからないわけだわ。押しても上がらない。そっか。
反対向いちゃうとかもあんのか。あら。ジュク。ふう。ジュ。結構むずい。やっぱ昔のゲームの、おい、昔のゲームの方が繊細なんだよな、なんか操作が。本当に。自分で全部やんなきゃいけないからさ。もう、だってマリオテニスなんてね、その、球が来るラインに行って振っとけば当たるからね。タイミングを合わせる必要はないから。ルーフを昔はこんなの、余裕で遊んでたんだもんな。だから相当鍛えられたよな。そうなってどんどん近年っていうか、まあ、年々ゲームがどんどん遊びやすくなって。ねえ。ちょっとしたなんか問題があって、すげえ叩かれたりとかして。俺ら世代から言うとやっぱりこう、なんだろうね、遊び場、ただの遊び場みたいなとこだったから、そんなに娯楽性としてはそこまで高くなかったし、当時子供ができる娯楽としては十分魅力的だったし遊びやすかったけど、だけどやっぱり、なんだろうね、楽しめるかどうかは自分次第みたいなとこあったし、工夫して楽しんだりとかする必要があったりとかさ、プラモデルとかでも、昔は、完全に、これ買えば絶対に作れますみたいな状態じゃなかったりとかしたし、自分で工夫して、修正してね、組み上げたりとか、なんか問題点があって、それを自分で直して、組み上げたりとか、するのが普通だったからさ、ちょっとやっぱ今と感覚違うけど、今ではやっぱりそういう部分がね、自分なんかもう最初からちゃんと完全版じゃないと、いやそれは違うなね、プラモデルとかでもなんかちょっとその曲がってる部分があったりとかしただけでもうなんかもうツイッターにさらされてとかでしょ。俺らの頃はね、熱湯に入れてプラモデルなんか熱湯に入れて曲がってる部分直したりとかさ、それが当たり前だったからね。で今はだから逆にそういうものがないのが当たり前だから、ああ打ちづらいね、やっぱね。こういうことを考えるとゲームってやっぱ確実に最新のものの方が純粋に楽しさって意味ではね、純粋に面白さって意味では今の方が絶対に成分としては多い。この頃はやっぱ楽しさだけじゃないからね。このもどかしい操作の中で自分が上手くなっていく楽しさとか、みんな同じ、結局同じ環境でやってるからさ。難しくてもみんな一緒で、条件一緒でやってるから、特に文句もなかったし。ダメだ、これ角度ってどうやってか、早めに振るとかじゃないの？これすごいな。球の高さによってなんか当たんない時とかあるんだ。真面目に作りすぎじゃね？えい。やべ、まっしゃ。え？早っ。地球より早い。危ねえな、これやっぱわかんねえな。いつ、上へ来る。これはマリオテニスの一番強いやつは勝てるけど、この一番強いやつは無理だな、きっと。アウトだし。急に真面目になりやがって。よし。よい。ブーフィー。終わった。すごい詰めてくるじゃない。うえ、うへえ、早え。あ、違う、危ねえ。
なあー、これ体に当たるな。体で受け止めていく。うん、すげえ難しい。あった。なんでこれ最初から流れないんだよ音が。強いよ、ほんと強い。どうすりゃいいんだっけこれ。あの裏技むずい。あの裏技むずい。あのハンマーの音聞きて。ハンマーの音がちょっと好きすぎてさ。なんであんな、へい、なんでこんな曲なんだろうね。あったあったあった。スマブラでもこの曲が流れるとなんか嬉しくなっちゃう。よし、これ何点取れてるんだ。おぶね、200、違う、今点数いくつだ。2600か。あ、ダメだ、ダメだ、ちょっと早かったし。あ、結構取れてるな、300点ぐらいで。いや、ごめん、200点か。いて、やべ、来る。チャレンジ。あー、ミスった。あいつはとりあえず上に行って行かせちゃう。よし、タイミングミスった。ふう、はえーな、ムカつく、ムカつく。嫌がらせが激しいな。いや、あー、いけたけど、いけただけなんだよね、これ。あ、ここ当たんないんだ。あ、やっぱりダメだ。当たるはずなのにと思ったけど、右だけか、これ当たんの。ダメか。全部取る？来るね。やつが来るな。ゲーセン版あったの、そういえばこれ。ファミコン版は容量の問題かなんかで一面削られて二面かなんかないんだよね。あの面結構好きだったんだ、好きだったからさ、びっくりしたわ。ファミコン版やったとき、歩く音うるせえな。逃げやがった。ゆう、来ないのかな？来ないか、来た。やるんかい、やるんかい。怖い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 。めっちゃ来るやん。やべやべやべ、嘘、平気だった。なんで、なんで来る。来るならいいよ、来るなら。危ねえんじゃねえかこれ。なんでこの曲なんだろうな、これ面白いな。あ、時間切れ？危ねえ。
やー気づいてドンキーコングジュニアのゲーセン版とかさっきあったな。そういえばやりてえけど別にゲーセンであの買い切り800円じゃなくていいんだよな。だからといって1プレイ100円払うのは嫌なんだよな。難しい、そこは難しい。ゲーセンだったら1プレイ100円でやってもいいけど、買い切り800円ってなんか高いイメージあんだよな。金額的な問題じゃなくてそんなにやらない、8回やる自信がない。ゲーセンだったら100円入れて1プレイでもうね、まあ、あと20年はやらなくていいわっていう感じで終われるけど、買い切り800円ってなんか、まあでもねえ、ずっと遊べて800円だったらすげえ得だとは思うけど、純粋に得だ気はするけど、でもなんかそんなにやらないんだったらもったいないかなって、ああ気もしちゃう。あ、そっか、これ左側に寄ってんのか。今のあのバネは毎回同じとこ飛んでるわけじゃないんだよね。ちょっと左右に振れ幅がある。あとこれどんどん面が進むとこれ速くなるんじゃなかったっけ。もうすでに速くなってる気がするな。いやー、やっぱなんかすげえゲームだな。ここから数マリになっていく流れもなんとなくわかる気がする。でもやっぱ1画面に収まってるっていうのはすごく大事なことだと思うんだよね。スペランカーとかでもあれは1画面に収まってはないけど、1画面の情報量ってやっぱすごいしっかりとあるしね。危ねえ。1画面の中のワクワク感はすごく大事よ。動けねえ。ほい。ほい。来ない。ほい。来た。このゲームを知らない人に説明しておくと、あのハンマーを使ってる間はジャンプができません。あと無敵ってわけでも多分ない。ハンマーがうまく当たんないタイミングで多分自分が敵に触ったら、あぶいーそっか、あ戻っちゃったかな。でも右向いてたの今。おお、なんもねえんだ。タイトル画面の曲もなくなるのかい。つまり、いやでもいいソフト揃ってんな。急な忍者に龍拳でも気になるけど、何スペシャルって歩き、いやーそういうことか、全部もう揃ってますよってことか。そういうスペシャルね。しかも一面じゃねえだろこれ。なんだこれ。こんばんは。あ、ごもさんいらっしゃい。スイッチ買っちゃいました。ノーモア出るし、ノーモアじゃないけどトラビス、なんだろう、なんたら。で、今、オンラインサービスに入ると、なんていうの？年間会員みたいなやつになると、遊べるやつ遊んでます。あぶね、なんか今食らったね。何面だこれ？一面じゃないよね、敵の感じ。ああ、違うわ。ああ、触手面だこれ。なんで？何面だっけこれ。4面ぐらい。なんでここなんだよ。これ、処理落ちを見せたかったのかなこれ。ニンテンドースイッチの処理落ちを。ごめんか。昔ゲーセンでここまで来るとすげえテンション上がったけどな。なんか気持ち悪くて。ファミコン版はなんかどうもやっぱり俺の中ではもう許せない。今でも許せない。ファミコン版もっとできただろ、コナミお前だったらもっとできただろっていう気持ちしかないわ本当。だけどグラディウス2とかやばかったからね。あれは多分無料で配られないよ。この説明書にこの面が処理落ちすることに対する言い訳が書いてあって面白かった。そこだけはちょっと笑ったわ。違う違うって、もうその段階で俺処理落ちとか知ってたしさ、騙されねえだろさすがにって思った。なんかこの敵が出す時期の影響でとかなんか書いてあった確か。ほんとバカにされてるな子供はって思った。当時子供だったけど、俺の中ではファミコンってやっぱりすげえ子供がやるものだってイメージがあったから、俺が子供だったけど、俺以外の子供がやるものってイメージ。
俺はもうなんか大人がやるやつやってるからってずっと思ってたけど、そういう痛い子供だったから、ゲーセンずっと行ってたからね。グラディウスがゲーセンにこうリリースされるタイミングでゲーセンにいたからね。おお、死んだ。初期は MSX 版の使い回しでグラ1でやっと本腰入れたい。どういうこと？ちょっと待って。あ、初期、あ、グーニーズとかってこと？グーニーズって出せないんだよな。ボンジャック。グラディウスからやっとファミコンにちょっと。あ、いや、グーニーズはな、なんか違ったもんね。エキサイトバイクか。ディスクシステムが入ってんのがいいね。あとダウンタウン熱血行進曲。いや、熱血物語だよ、これは。行進曲は。第4動画のやつか。あの裏技ができるまでやめないようにしようじゃ。まあ、まあ、すぐできると思う。これゲームキューブの十字キーよりでかいな。ゲームキューブコントローラーの。あー、これ、あー、できた。手前だったのか、これ奥だと思ってた。これがうまくできればマジで最速できる、出せる。手前だったんだね。なんか俺右はしごより右側のイメージだったわ。あれってあの面しかできないよ多分。落ち方がスペランカー級なんだよな。てかスペランカー入ってねえな、これ。入れとけや。魔界村とかマジいらねえ。ああ、いいですね。マイクラっぽいやつ。ああ、違う。え、なんか違う。あ、ジャンプ上か。ジャンプが上が忘れてた。あ、違う。これってファミコン以外も増えていくのかな、それともやっぱりバーチャルコンソールみたいなやり方もしてくるのかな、それともやっぱり待望のファミコンがついにリリースみたいな感じで、ファミコンじゃない、スーファミがリリースされますよみたいな感じで年間のやつ入ってねっていうあれなのかな。マジでバチャコンやめるんだろうな、きっと。バチャコンじゃない、あのアーケードアーカイブスみたいなのは売れてたからやるんだろうな。売れてねえやつは全部こういう無料で楽しめますよ。まあ、入れ替え式らしいけどね、これね。減って増えてみたいな感じらしい。だから、どんどん増えていくわけじゃないだろうけど。フレンド？あ。そうか、俺フレンド、Wii U でもフレンドあんまいなかった気がする。寒い部屋が。よし。さあ、じゃあちょっと見てみよっか。どうやって戻んだ？これか。とりあえず、ああ、モンハンね。ダブル X ちょっと欲しいんだよな。3DS 版買わなかったから。他メーカーが自前でアーカイブやってるところ見るとマジでやんないんだよね。そうだろうね。やっぱり、任天堂とかのバーチャルコンソールっていうものが本当に商売として本当に意味がなかったんだろうなっていうのがよくわかるわ。だってあれ高いもん。あれは買わないよ。俺たちみたいなじゃないとさ。これ無料じゃないの？にゃんこ大戦争って。なんか違うな。高いね、鬼武者。まあ、HD 版か。もう、パズルボブルはさすがにもう無料にしてくれ。もう見飽きたっていうか。あ、シベリア1あんじゃん。ワン買ってみようかな。結局俺持ってるけどできなかったからな。バチャコンは1月の何日とかで終わりだよね。最後にちょっともう一回放送やろうかなと思ってんだよね。でもなんかあの最初の予定では Wii に入ったあの Wii ポイントっていうかなんか任天堂ポイントみたいなのはね、払い戻しできませんって言ってたけど、払い戻し可能になったんだよね、確かね。払い戻す方向に方針転換したって、だかなんかで。だから別に無理に買わなくていいかなっていうのはある。これな
ピンボールこれ何、ちょっと待って、重い。あ、シンモラってこんなとこにもあるんだ。しかも今ちょっと安いし、ユキンコ大旋風とか売ってんじゃん。マジかよ、安くなれや、すげえな。本当は機器買い買いで出す予定だったんだよな。ただまあ版権が高くてめんどくせえとか売れないとかでねえ、なんか変なオリジナルキャラになったけど。そうなんだよね。まあバチャコンに関してはちょっともうっていうか、うん、そうなのよ。結局あれこれ、これなんか違うの、なんか追加版、え、ダウンロードコンテンツか。いくらまで安くなるかな。なんかもうパッケージ見ただけ、砂漠のコップ、パッケージ見ただけじゃわからん。本当はなんか25日ぐらいまで、あの任天堂ポイントみたいな、あのゴールドポイントみたいなやつ、あれがすげえ多めに、なんかなんだこれ、セクロスみたいじゃん、あれが倍もらえますキャンペーンやってたんだけど、届いたのが今日だったんで無理だった。よほど出来が良ければステアムやスマホで出てますけどね。そうなんだよね、スチーム結構出てんのよね。もうゲームは全部スチームに集まればいいと思うわ、本当に正直。ジオ、なんこれ、ちょっと待って、重い重い。なんか横すく、横、なんだろう。体験版がない。体験版ないのこれ。体験版やっぱないやつはないんだな。ジョイフルロードはもうやりました？あの、まだ入れてない。開封してない。なんか、あれだよね。あれだよね。アップデートしたら遊べんだよね。またそれは後日やりますわ。今日はちょっと放送でできるかどうかのチェックみたいなところあったんで。あれとカプコンのベルスクコレクションを買ったんですよ、パッケージで。両方ともなんか古いゲームのなんかアソートみたいなゲーム買ったなと思って。で今日はちょっと保護フィルム買いにちょっとヤマダ電機まで行ったから、ゼルダでも買ってこうと思ったけど全然安くないし、ダウンロード版でいいかなみたいなのもあるから、まあ多分普通にパッケージ版買うと思うんだけどね。でもまあダウンロードで買うものはダウンロードで買うよ。はあ、スカイリムってまだこんな高いんだ。今俺が見てるのはセールだ。セールかこれ。まあこれは何日までって、このね、セールがまたね、ゲームごとに年が違うんですよね。いつまでセールとか。だから気をつけてください。買いたい人は。これがいつまでセールかは書いてあったね。1月3日の夜、夜中まで。夜中っつうか。変更。ダウンロード、体験版あるぞ。なんだこれ。日本赤でもダウンロード問題ないらしいんですけど、北米赤があるとさらに遊べるタイトルあるみたいなんで調べてみてください。北米赤があればいいのか。なるほど。それは今度やろう。北米赤作るか。作るの簡単なのかな。昔360で作るの簡単すぎて、なんか作るのめちゃ難しくなって、最悪、なんか、最終的にはめちゃめちゃなセキュリティになっちゃって、もともと作ったやつも動かせなくなっちゃってさ、買ったゲーム動かなくなっちゃったんだよね、確か。動かなくなることはないんだけど、再ログインできなくなって、なんかすげえめんどくさくなった。このさ、このゲームで遊べるさ、なんかあの、モンスターボールコントローラーがあるじゃない？あれはなんかモンスターボール好きだから買ったんだけどさ、このゲーム買うつもりないんだよね。でもあのゲームでしか多分動かない。あ、使えないから。アナログスティックしかついてないし。でもちょっといずれ、昔一時期ポケモン GO やってたから、もしかしたらやるかもしんないけどね。CM？ 体験版出ないのゼルダ。高えな。でもまあ、元は取れるだろうな。欲しいものに追加する意味ってなんかあるのかな。へえ、なんかこんなんまで見れちゃうんだな。セールランキング。へえ。
そうだな、なんかダウンロード版でいいなっていうゲームはやっぱり、おう、塊魂なんかあんだ。そういえば。ゼルダはゲームの進化を垣間見せてくれそうだもんな。そうね、グラフィックだけじゃないっていうことがやっぱりちょっともっと多く広まってほしいけど無理だよね。ゲームってやっぱり分かり、どうした？なんか、放送が落ちてる。多分俺が見てるところだけが落ちてんだろうな。落ちてたらって会話できねえしな。なんか CM 入っちゃった。塊魂はやっぱ普通に塊魂だろうな。たまにいじったらすげえ楽しいゲームだから。アンダーテイルはちょっと買ってやってみてえんだよな。なんかあのサイバーコネクト2の人がなんかねえ、なんかマザーがどうたらってなんか怒ってたけど、そう、俺そういうことじゃねえと思うんだよな。やっぱああいう文句言う人ってなんかもう知れ渡ってから文句言ってるパターンが多い気がするんだよね。普通に何も情報なく遊んだ時にその情報にたどり着かねえだろってところで怒っても、それはちょっとフェアじゃねえんじゃねえかなって思っちゃうんだよな。それはもう散々そこが評価されて、なんか一回りした人たちがそこで褒めてるみたいなさ、マザーファンが作ったっていうのは、それが売りにしたゲームじゃない場合はやっぱりそこを持ち出してくるのは卑怯というか、やっぱ正しくないと思うんだよね。マザーファンにこそ遊んでほしいゲームですっていうのを公式が言ってて、それでそういう売り方をしてるゲームだったらね、アンダーテイルがそういうゲームだったら別にそういうのは仕方ないけど、俺そういう話は聞いたことないし、やっぱなんか噂的になんかね、マザー好きの人が作ったゲームらしいよぐらいの感じしか聞いてないから、そこをあえてこんなんでマザー語られてもとか、こんなんでマザー語るのは違うんじゃねえとか言うのは違うと思うんだよ。 A ボタン、ちょっとどうやって選ぶのこれ。うお、右スティックだった。何これ。え、まさか体験版ってそういうこと。うわ、これ右スティックなんかい。なんかこの辺決めんの、なんかパンツ見えそう。何これ、モンニャン体じゃなくて、なんだ総中根、これ何これ。あ、左上に書いてあったのか。チャージアックス、スラッシュアックス、ガンランス。なんかそうね、ちょっといきなり使うの無理だな。キャラクター。コツです。女子職任天堂ストア割引クーポン配ってくれるペイパル支払いおすすめ。あ、そうなの。へえ、ペイパルアカウント持ってるけど一回も結局使わなかったな。なんかメガドラのベルスクの時にあれ作んないと買えないみたいな、予約もできないみたいなのがあったから作ろうと思ったけど、あれ全然続報聞かなすぎてボタンがわかんねえ。この前も1000円以上で500円支給ばっか。マジか。どこ行ったんや。どこ行ったんだろうねあれね。ゴンブツさん予約してなかった。あれでも金を払ってないんでしょ多分。お金詐欺られたみたいな話じゃないよね。あ。あ、そっか、モンハンって、そっか、ワールドしかやってねえから、ワールドしか、最近ワールドやったからなんとなくこのシステムに馴染めてなかった。出て走るのこれ。自分は欲しくないんでスルーです。あ、そうなの。なんか誰かが、坊さんだったかな、なんか誰かが予約したって言ってたけど、なんかみんながペイパルでしょって、なんか怖くねってなってて、いやいやそんなことないですよとか言ってたけど、まんまと出ないっていう。あれ BGM めっちゃいいんだよね。 BGM いいけどゲームすげえつまんなそうなんだ、残念ながら。あ、死んでんだこれ。脳頭が分かりません。来た。 A ボタンだった。お、900。そうか、これまだあれか、体験版だからか。なんかあそこにいるじゃねえか。ちょいてーす。走り方がわかんないけど。R かな ?R かな ?5 にいるな。どうやって行けばいいんだろう。この2とか、2、4が狭いかな。ワールドやった後だとなんかすげえ昔のゲームやってる感覚になるな。グラフィック的にも。あと採取が確かこういうシステムじゃなくなった気がするんだよね。来てる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 。ちょ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 ち
あ、6に移動してきたか。広くていいね。とにかくもうスタミナとかマックスだから、普通に戦い方、戦うだけの体験版なんだねこれ。どう転んだってベアナ超えることはないだろうと思ってたら、いや BGM がめちゃいいんだよあれ。 BGM どこ、どこ BGM が、どこだよ。中にいいのか、なんかお前かい。 BGM めちゃめちゃいいから欲しかったんだけど、やっぱり実機で聞きたいからさ、ソフト欲しかったけど、アマゾンで買えるならいいけどねと思ってたら、結局なんかまだ出てないって、2年ぐらい延期してんじゃないのあれ。スタミナ減らなくなったんかい。そう、心意気は買いたいけど、ゲーム画面見た感じすげえつまん、出来悪そうなんだよね、ベルスクとしてとかゲームとして。もう俺スラッシュアックスのあれがわかんない。てかもうモンハンの遊び方がわかんない。これロックオンってないんだっけ、ロックオンこの敵なんだよ。そもそもこの敵がちょっと俺のあんまり知らない敵なの。なんでしまったんだよ、なんでしまったんだよ。ダメだこれ、ダメだこれ。ロックオン、ロックオンってないのこれ。ロックオンなくなったの、ポータブルしかないのもうロックオンって。なんか落ちてるけど、涙とかかな。違う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 、もういい、あーダメだ、もういいって言った途端にしまいやがる。カメラが逆なんだよこれ、左右が。応急かーい、全部応急かこれ。あー、もうボタン違う、ボタン違う。モンハンの遊び方がもう分かんなくなってる。応急しかねえ。モンハン、モンハンってモンハン持ちでこれ見るしかないわけ。なんかすっげえロックオンがないのが嫌だ。 DS3DS 版とかでちょっと慣れすぎたかな。こいつらも倒した方がいい。あと防御は、防御ってこの武器ないのか、しまっちゃダメ。 OK、武器、あ、武器出すボタン全然違った。十字キーで違う、 L だ、 L で Y とかで動かす、で Y でしよう。猫死んでたの。どうやってスラッシュ状態に、スラッシュ状態にできない。敵がいない。そっち行っちゃう。だからダメだ。ゲームキューブでいうところの Y と X がなんかメインのボタンすぎて、わ、押しずれん。これかな、スラッシュ。違う、逆だ、左右は逆なんだよこれ。違う、どうやって変えるのこれ。何が、避けられる。カメラが無理。もうなんか逃げてっちゃったよ。これダブル X やっぱ最初からやなきゃダメだ。最初からやり直さなきゃダメ。こんないきなりこんなの戦っても無理だわ。あ、これ続きってできないのかな、さっきのセーブとかないのかね。よし、あとここが長い。さ、今日はこの辺でいいかな。ちょっと買ったソフトは SNK コレクションみたいな、アーケードコレクションみたいなのとパッケージ版ね、あとベルスクコレクション、カプコンベルスクコレクション買ったけど、うん、まあそれはちょっとまた後日やるわ。アートワークギャラリー、
なんかすげえの見れるな。あ、ニンテナケアカもいいよな。そう、あれびっくりした。ファミコンに移植されてない、なんかうちの近所のゲーセンになかったあのゲームがさ、よくわかんないゲームがあんだよね。ゴリラいっぱい倒すやつみたいな。さっきあったけど、明らか買うならもうこれからスイッチいったかな。ちょっとやっぱり持ち歩けるっていうのはでかいよな。言ったら Wii U のあのさ、ゲームパッドが戻っちゃうの。持ち歩けるのが一番理想だったわけじゃん。言ったらスイッチってあれがやっとできるようになったみたいなさ。Wii U ゲームパッドだけでね、そうなの。ゲーセン版のドンキーコングジュニアとか意味わかんないもんね。もうなかなかやれる機会ないっしょ。こうやって面ごとにあれなんだな。飛ばせないのかな。飛ばそうとしておかしなことになってくる。いつやろっかな。明日の夜やろうかな。買ったゲームはパッケージ版。これどうやって飛ばすのこれ。あ、飛ばせた。そうなんです、縦画面にできる。イカルカとか縦画面で遊べるんでしょう。音でかい。なんだなんだおい、なんだ。あ、そう、これか。ロマンあるわ。ほんとよ。ワンダースワンのなんか完璧版みたいなもんでしょ。ワンダースワンの盾持ちもあれでは、あれはあれで十分良かったのにさ。ジャッジメントシルバーソードとかめっちゃ遊びやすいし、ただちっちゃいのが難点だし、テレビに出力できないってことは、でかくてテレビに出力できるスイッチ完璧だよね。そして手持ちでもできる。うん、そうなのよ。だから結構みんなが求めた時代にちょうどマッチしたものをしっかり出してきたよね。スペックに関してはまあこのサイズで、この電池とかバッテリーの量とか考えたらもう限界なんだろうけど、限界っていうかまあね、ある程度余裕持って作ってるんだろうけど、もう任天堂、あー危ねえな。任天堂はやっぱりその辺はしっかりしてるよな。あとはハードがちょっとね、不具合の問題。そうね。あとはもうちょっとコントローラーが安かったりとか、まあなんかうまくやってくれれば。ちょっとやっぱ高い。ジョイコンの単品とか高すぎる。もう姉貴が息子たちに買ったやつが1年経たずにアナログ壊れてたからな。まああれはもう壊したやつが悪いけどさ。さすがにこれ何ないの。来てる。犬くんのアドバンス。申し訳ないけどこのゲームはアドバンスのゲームです。アドバンスで、北米で出たアドバンスのゲームが、てか犬なんだろあれ。僕はずっと欲しかったんだよね。激動ってゲームなんだけど、あのだからこれね、あれよ、どうやってやんだこれ。戻るしかねえのか。なんとオリジナルミュージックが選べます。これがアドバンス版。ああ危ねえ。ドットの感じもそうでしょ。だからドットのサイズというか、あれ BGM これ変わっちゃうの。なんだよ、 BGM 変わったらダメでしょうよ、せっかく変えたのに。